中道首相の提案を取り入れたもので、9条以外も日本の国会で審議をして修正や変更が加われているんだ。一方的にアメリカに押し付けられたというわけではないんだよ。そうなんだ。環境権に関しては憲法13条の幸福追求権に含まれているし、憲法は権力を縛るものだから伝統を入れるようなものじゃない。心や行動を縛るようなことを憲法に入れるのはそもそもおかしなことなんだ。そうか、私は日本の伝統は好きだし愛国心も普通にあると思うけど、それって自然になんかこう心の中から湧いてくるものであって、憲法で強制するっていうのはなんか違う気がするな。じゃあ別に憲法を変えなくても問題はないのかな。日本の憲法は世界的に見てもかなりよくできた憲法だと海外の研究者たちも言われているからね。でも震災のことを考えたら緊急事態条項は憲法に入れた方が安心なんじゃない？この間の熊本地震の時のこと知ってる？何のこと？熊本地震で被災した人たちは余震が怖いから屋外に避難していたんだけど、政府はそれを無理やりに屋内に戻そうとしたんだ。え、なんでそんなことしたの？政府は避難所をちゃんと準備していないなどと批判されるのが嫌だったんじゃないかな。被災した人たちよりも自分たちの経済なの？だから熊本県知事は現場の気持ちが分かっていないと政府に怒ったんだ。震災対策は国よりも地元自治体の方が適切に対応できる。そのための法律は既にあるから憲法に書き込む必要はないんだよ。むしろ緊急事態条項を憲法に入れたら、それを法律に政府は人権や表現、言論、報道の自由などを制限できる。選挙も行われなくなってしまう可能性があるんだ。自由や人権の制限？選挙もしないってことは今の政権がずっと続くってこと？緊急事態条項ってそういうものなの？なんか怖い。権力の暴走を招く恐れがあると思う。まあ災害対策も法律で対応できるならわざわざ憲法に書く必要はないが、でもなんで安倍政権は憲法を変えてなっているんだろう。安倍政権は今の憲法を変えて日本が海外で伝統できるようにしたいから、みんなが戦争に反対できないように表現の自由や人権を制限しようとしている。自民党の改憲草案を読めばそのことがよくわかるよ。そうなんだ。戦争なんてしたくないのに。でも改憲派の議員が国会の議席の3分の2を取ったから憲法改定の議論が始められるんだろう。条件としては一応ね、改憲派議員といってもどこをどう変えるかは人によって全然違うけど、まあでもその後国民投票で議員を反映するからおかしなことにはならないよね。実はドイツのヒトラー率いるナチス政権もなんと国民投票を利用してファシズムを進めたんだ。そうなの？あとそれから2003年のイラク戦争の時にも大量破壊兵器があるというデマに乗せられて多くの人がイラク戦争を支持したんだけど、その結果さらに世界中に争いの種がまかれることになってしまった。大多数が賛成しているからといって正しいこととは限らないのか。そう、テレビ、CM や広告などの宣伝で雰囲気に乗せられて多くの人が正しい判断ができなくなってしまう恐れがあるんだ。そうなると国民投票も危険な気がするな。他にも最低投票率が決まっていないとか、公務員が
憲法問題に関わると罰せられるとか、国民投票にはいろいろと問題があるんだ。どうしたって宣伝力や組織力がある方が有利になるんだろうしな。それってそうなんだよね。いろいろ考えてみたけど、今わざわざ憲法を変えなくてもいい気がする。法律や今の憲法で対応できるみたいだから変えなくていいよね。仲間のところに署名集計しますので、あの署名簿持ってきてください。それでは続きまして、あの歌に移りたいと思います。まず1曲目、いつも歌ってるんですけれども、1曲目はオラシャヤンという歌です。あのこれから本当に先行きがあのもう本当にこう暗い感じに思うんですけれども、やっぱり私たちの諦めないぞという気持ちが大切だと思うんですね。どんな時代になっても絶対にここだけは譲れないという気持ちをあのしっかりと強く持って、仲間同士であの結束を固めることによって、絶対にこの世の中を変えることはできると思うんです。派遣労働法ですとか、こう労働法制が解約されて、働く労働者も本当にきつくなってきている。消費税が上がって生活がきつくなってきているけれども、我慢するんじゃなくて声を上げるんだという、そういった力強さを大地はこれから兼ね備えていかなきゃいけないんじゃないかということで、まず最初にフランスのデモの曲でオラシャヤン、日本語で諦めないぞという曲と、その後私たちで作った私たちに力をという曲、2本続けていきたいと思います。じゃあお願いします。憲法21条、表現の自由、言論の自由、さまざまな人から、さまざまな場所から、さまざまな方法で権力に抵抗しよう。そしてあらゆるマイノリティの前に耳を傾けよう。俺たちみんな、俺はそれを言うという、ずいぶん前から
身だけを背中をしてる。足は侵略で使われた人なのも君の山いらない。自衛隊の国際貢献は決まった。自衛官は人間をパスだ。ノーノーですノーミックス。これからもっとスパートをかけて頑張って沖縄のことを沖縄だけのものにしないように広めていきましょう。そして12月10日に、ヤオンで、沖縄の大集会やります。1時半から始まります。1時から開演なので早めに来ないとあふれてしまいますので、ぜひ早めに来てください。12月10日です。それに向けてなんですけれども、12月4日に、有楽町、八尾の近くなので有楽町の糸島前で沖縄の大凱旋やろうと思っていますので、皆さんぜひ集まってください。歌あり、三振ありの、凱旋していきたいなと思っていますので、ぜひぜひ集まってください。12月4日です。12月4日は沖縄凱旋、2時から有楽町糸島前です。そして12月7日は6時半から文教区民センター 3A というところで、沖縄の栄え森が鳴いているという映画の上映会やりますので、ぜひ見に来てください。で、11月19日ですね、あさってですね、国会の議員会館前集まってください。お昼です。2時から国会の議員会館前で行います。その次の日にも自衛隊が出発しようとしています。もう本当に大変な世の中になってきています。戦争する国づくりに反対、それだけでなく自衛隊は戦地に行くなという声をみんなで上げていきましょう。それでは本当に今日はだんだん寒くなってきましたけど、頑張りましょう。お疲れ様でした。じゃあどうも。